んでね、その移動タリスマン、ちょっと興味あるでしょ？うちの弁論術も移動タリスマンの考え方を応用しているよ。それは、まあ、引くっていうのも、タリスマンが移動しますか？うん、移動するタリスマン。ここで、これだけの弁論をする。同じような、とか同じ系統の同じベクトルの内容をこっちで弁論する。これも移動タリスマンな。でも、この部分、この世界とこの世界、まあ、この業界、この業界とこの業界は、直接的な関連を、まあ、比較も誰もあんまりしない。比喩も使われない。でも、同じような弁論を使って、バッチリ瓶もはまる。みたいな。ね。それもタリスマンの考え方の一つじゃないんで、弁論術一つのその概数的な思考回路、これ入れたらこうなる。それはタリスマンの構成要素。それをどう配置しますかっていうのがタリスマンな。実は。もちろんその概数的な、これを、もうここに代入したらこういうことになる。これもタリスマンだな。これがすぐなタリスマンよ。誰かこんなの入っちゃったら今、うん、意識させたら入っちゃう。それが例。な、あの、その、この壺と一緒な。この壺も、ほら、とけな、こんなやられるやろ。な、たじみそんなんばっかりだとする。この壺も、ほら、やってるかもしれないけど。それもタリスマンね。この壺に入るべからずって壺に書いてあったよ。うぅ一休さんとんちやろ。面白いやろ、たじみって。な。うちの人の入り口もなんか書いてあるやろ。今日酒飲んでるから入るなって。そうなんだ、するけど。言ったらいい。そういうとこやるとこ。だって、な。じゃあ、結局、うちがどこに今おるかっていうのも、移動タリスマンですよ。高橋留子先生と、うるせえやつも、あたる君の通学経路が、そのなんか、魔人を呼ぶなんかの文章になってる。あれ、ちょっと、いろんなな、のぞきしながら、ずっと待ちを、通学の時、学校帰った時に、行きしないで、遅刻すんのやろ。でもいつもその経路を覗いても、それが魔物を呼ぶ。その召喚の図形になっていたっていう面白いわ、ほんまで、結局さ、例えば、その、だよな、移動タリスマンっていうか、その、結局、稲荷をね、封じるというか、弾く。で、文字は弾くでしょ。ね、で、粒は吸い込むとして、この粒に入るべからず、文字は弾いてるけど、粒は吸い込む。これどう思いますか？なるやろ。な、例ってそんな軽さがあんねん。まあ、素粒子やから。まあ、素粒子周辺。ね、ね、結局、意識させることによってそこに入っちゃうわけでしょ？ね。例えば、その、アミサとアメダモの関係とかみたいな。シーンとさえすればそこ。さっきまでの車の音聞こえたけど。こんなんでシーンがいるのかな。なんでよな。不思議やな。どう思うみんな。ほんまやなって考えたらだんだんみんな、憑依が落ちていく。これは、次元でねっしやな。次元でうちのさ、気合が入ったの。そういう落としてから、戦うというか、そんなの戦いになるなら。相手の票を落とした結果、戦闘が終了することの方が多いの。それか最初から始まらないことが多いの。相手の票を落とした。困難は、むしろ、おかみさんって呼ばれる理由の方が得意やろ。なんかやばいことになりそうになったら、どうしたんですか？はい！これですか？ね、ここまでですか？いや、困っては、まあ、いや、次元で無視。で、うちの弁論次元流の意思を、で、この前、あ、例ではまた、まとめとかいい？でも、例えば、飲食店での弁論式の態度っていうのは、誰かあれば普通に客がおったら、あ、私は芸能人なんですけど、この店に出入りしております。
今、店のも忙しいんだけど、私、代わりに行きましたけど、だって、芸能人ですよ、だって。お仕事ですか、なんだね。あ、お前、テレビ見たことある。ごめん。って変わったりするやん。それも自分で言うね。芸能人ってほんまにそういう役割やから、もともとは。なんでかって言ったら、まあ、大棚に限らず、千葉、例えば千葉の、お店の次男、三男が芸能人なんて言ったのか。だから金はある。ほんなら、洗練させる表現を。で、長男を支援したり、してたわけやんか、そうやってな。で、武士が、農家の次男さんの出身のもと全くでしょ。な長男はその、農家にあまりできへんと、なこんなことくれよ。なこの、不安や。こっちは、次男は、ういっかーたっやろこっちからそうだったごめんね。な、こう役割分担があったんだよって言ったの。